大村市は長崎県の中央に位置する市。東は田良岳県立公園。西は大村湾を望む自然豊かな市である。また、長崎空港があることから、長崎県の玄関口としての面も併せ持つ。人口密度は長崎県で第2位。長崎県で第4位の人口を有する。九州では第32位の人口を有する都市である。 商店街長崎空港人口は9万人と、中規模ではあるが着実に人口が増加している。京王地区に位置しており、長崎市、佐世保市へのアクセスも良く、ベッドタウンとしての一面を持つ。現在もその傾向は強く、新興住宅地や大型マンションの開発が行われている。交通の便は、JR バス、航空、船舶、 高速道路と非常に多い。近年では、長崎県交通局が運営する高速シャトルバスや空港バスの運行により、長崎市内へのアクセスが整備された。交通の便の良さを活かして、以前より企業、大学誘致に力を注いでいる。商業については郊外に大型店舗等の進出が多く、2013年には、 各店舗であった大村浜屋が閉店するなど昔ながらの商店街は苦戦しているものの中央部は大型マンション。郊外では新興住宅地の開発が進んでいる。土地が平坦なためか自転車の利用も非常に多い。財政では大村協定上の売り上げが増加している影響もあり大村市への繰り入れ金額も増加している。他の市町村に比べ火災、事故、 犯罪事件などの派生は比較的少ない。しかし、他市町と比べると自転車の盗難は多い。2019年10月5日に長崎県立図書館が全館をオープンした。県の中心部に位置し、元大村海軍病院の国立病院機構長崎県医療センター、元海軍共済病院の大村市民病院を有する。 大村市中心部周辺の空中写真。2014年5月7日撮影の8枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。タラ山系の最録大村湾の東岸に位置する。大村平野は、長崎県内でも数少ない、まとまった面積を持つ平坦地でもある。市部の市街地は、 群川、大城古川の戦場地の上にある。平野部が比較的広く生活の不便が少ない。また、平野部から山間部にかけては、なだらかな起伏となっている。市の東部は、標高線七7 6メートルの京ヶ岳を筆頭に、た良山系の切り立った山地があり、各河川によって深い谷が刻まれる。大村藩の起源は言い伝えによると、 藤原氏の登園にあたる藤原直住が900年代前後に、東園儀僧大村に入り、久原に屋敷を建てて定住したのが始まり。その後16大領主順位の際、島原の有馬市に敗北。所領を失った。しかしその後は、北九州地方の豪族の手を借り給料を回復。豊臣秀吉以前の大村家は、長崎外目地方を領有しており、 南蛮貿易も盛んだった。十八代領主、大村住忠は日本初のキリシタン大名。当然領内のキリスト教信仰は盛んになるが、反面仏教を排斥するというキリシタンの暴徒化もあり、いくつかの寺が焼き討ちされた。十九代大村紀前の代で、関ヶ原の戦いが起きた。大村家は東軍につき、所領を安堵される。 二万七千国の城下町として栄えたが、彼の代よりキリシタン弾圧が始まり、1657年の軍崩れでは608名が検挙され、最終的に411名が処刑された。幕末は明治新政府側につき、最終的に三万国となり、廃藩地県により大村県とされた後、長崎県に統合された。最後の藩主は、 大村淳博士であった。明治維新の際は、明治政府側に立ったため所領を安堵され、明治以降も医学、政治などの分野で多くの偉人を輩出している。1952年頃の大村市役所長者。1964年10月に現庁舎に改築された。大村藩の領地であった彼紀念群は東西に分割され、1889年の 町村政志向によりさらに細分化された。大村半開体後もしばらくは、西園木半島方面とのつながりも深かったものの、城下町としての地位を失った大村は、衰退を見ることとなる。1897年に、熊本の不評第46連隊があっぱなし、虎原に駐屯し、各種サービス業者が営業を開始したことにより、状況は一変する。 1923年には海軍航空隊が、1941年にはアジア最大とも言われた第21海軍航空省が開設され、大村は軍都として発展した。1941年の人口は3万3千人ほどであったが、1943年には6万7千人と倍増し、1942年2月11日に大村町、三浦村、 茅瀬村、福祉村、鈴田村、松原村の一丁五村が合併し市政志向した。第21海軍航空省は1944年10月25日の大空襲で壊滅し、その後もたびたび米軍の関西機等の攻撃にさらされている。長崎市への原子爆弾投下の際には、海軍や陸軍の病院があったため多くの被爆者が、 搬送されてきた。一時期、長崎市販学校や長崎医科、大学基礎医学部などが大村市内に移転しており、学園都市としての発展も期待されていたが、いずれも1949年から1953年にかけて長崎市に再移転している。戦後は、世界初の海上空港である長崎空港や高速道路などのアクセスの利便性を、 生かしたハイテク産業などの面でも発展を続けている。大村消防署大村市に本社を置く、主な企業ホテル大学高等学校中学校、小学校幼稚園保育所認定子ども園、特別支援学校その他の学校私立、一般路線バス高速バス、美ノ島大橋大村寿司。ありがとうございます。